ヨモギー族とは、キクカノ族の一つ。学名から、アルテミシア族とも言う。葉の白髪のあるものが多い。また、登場花は小さいものを多数つける。花弁の目立たない花なのは、風媒への適応である。また、多くの花が下向きに咲くのも、花粉をこぼしやすいように進化したとみられる。乾燥地、砂漠、鉱山などの荒れた地域に出現するものが多く含まれ。 昆虫の少ない環境への適応として、風媒花へと進化したものと考えられる。種類が多く、区別が難しいものもある。一説には、比較的新しい時代に種分化したためとも言われる。テルペノイドなどの薬用成分を有するものが多く、医薬品や香料などに用いられるものが多い。食用とされるものもある。他方、風媒花であり、多くの花粉を風に飛ばすため、 花粉症の原因となることも知られている。学名、アルテミシアは、ペルシャの王妃アルテミス、あるいは、ギリシャ神話の月の女神アルテミスに由来する。英語で、よもぎ類を指す、アルテミシアとは、潔癖のところ女神アルテミスから取られたものである。北半球の温帯を中心に、約250種が分布する。ただし、分類学的には、難しい部分も多い。 平地から、高山、海岸や砂漠からも知られ、鉱山の種は白い綿毛を持つことから、観葉植物的に栽培されることもある。また、特殊な香りを持つものはそれを利用されているものもある。ヨモギなどが、薬用、食用とされるほか、アサギリ草など鉱山植物的な種を中心に、観賞用に栽培される。日本では30種以上が知られる。ありがとうございます。